なんてことだ。てして聞いちゃいねえ。お父さんの気が随分減ってる。この世にあんな奴が存在するなんて。海王の言った通りだ。何があってもフリーザだけには手を出すべきじゃなかった。サイヤ人め、今のは痛かった。痛かったよ。さっきの勢いはどうしたんだ？とうとうパワーを使い果たしてしまったのか？もう我慢できない。僕も行くよ。待て、孫のやつ何かするつもりだ。ん？怒りに目覚めた孫悟空、伝説のスーパーサイヤ人誕生。元気玉だ。このナメック星と近くにあるたくさんの星をほんの少しずつでいい。元気をあげてくれ。なんだそれは。また何かつまらんことを考えているな。そんなにフラフラで何ができるというのだ。あ、まさかあのでかいのが。フリーザの野郎はまだ気づいてないようだ。なぜさっさとあの弾で攻撃しないんだ。もっと木を集めてでかくしないと奴を倒せない。悟空はきっとそう考えてんだ。時間がかかっちまうがこいつの大弱点だ。もう少しだけバレねえでくれ。頼む。いい加減にしろ。いつまでそうしているつもりだ。さあいつまでかな。まあそう焦んなよ。ふざけるなよ。サイヤ人は何を考えているのかわからん。昔からそうだった。不愉快な連中だ。あのチビのサイヤ人もこの星もろとも消せばこの世からサイヤ人は消えてなくなる。所詮スーパーサイヤ人というのは夢物語だったな。太陽じゃない。なんだ、マリだ。お前たちはここにいろ。何があっても絶対に来るんじゃないぞ。なんだあれは。まさかエネルギーの塊。貴様が。もうダメだ。今元気玉使っても避けられちまう。それにまだフリーザを倒せるほどの玉じゃ。騙し討ちをするつもりだったか。情けないやつめだが、せっかくの苦肉の策も無駄になってしまったな。消えろ。ピッコロ、さっさと元気玉とやらを完成させちまえ。すまねえ。どいつもこいつもこそこそとうっとうしいハイどもが。あんなところにもまったく人をイライラさせるのがうまいやつらだ。もうここまでだ。この星もろとも貴様らをゴミにしてやる。よしできたぞ、やれ。しまった、こんなもんを無事だったか。はい。お父さんたちは、お父さんたちすぐ近くにいたから。まさか一緒に巻き込まれたんじゃ。ピッコロもついてたんだ。あいつらが死ぬもんか。クリリンさん、かすかに気を感じます。本当だ、よし行ってみよう。はい。お父さん、ゴーくん、やったなさあ、消えるか。あ、なんだクリリン、すっかり忘れてたブルマさんのこと。脅かすなよ。あ、そんなフリーザだー。これさー、貴様ら一匹残らず生かしては返さんぞ。お次はガキの方かな。でさっさと地球系で、早くしろご飯。俺の理性がちょっとでも残ってるうちに。はい。なんだあいつの変化は。まさか。お父さん、僕には分かったよ。お父さんは慣れたんだ、スーパーサイヤ人に。怒ったぞフリーザー。調子に乗るなサイヤ人。罪もねえもんを次から次へと殺しやがって貴様らサイヤ人は罪のないものを殺さなかったとでも言うのか。だから滅びた。俺が滅ぼした。サイヤ人はなんとなく気に入らないよね。今度は俺が貴様を滅ぼす。俺サイヤ人、いい加減にしてこのクズ野郎！よっ、よし、くらえ！お前はもう謝っても許さないぞ。なんという屈辱だ。あんなやつに、あんなサイヤ人なんかに、こんなはずはない。ああよっ、やっ当たりさえすれば当ててみろよ。ふざけやがって、後悔しやがれ。やっ